はぁ？調査兵団にするって？コーニー、お前八番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食料庫からお肉取ってきました。サンサ、お前独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。こいつを倒す。やった！訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。一人でやれんのか？エレン、一人で戦うなって教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とサシャで奴の注意を引く。エレン、
お前はうなじを狙え。お前ら、よし、行くぞ。吐き合った。なんとかなるもんだな。エレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。よう、5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。超大型巨人が消えた。
が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。